まあ、そうですね。そういえば俺出てませんね。そういえば。そういえば今思いましたけど。はい。じゃあちょっとヒデさんの声が何言ってるかよくわかんないんで。あ、ヒデさんが出たいと。そうですね。じゃあ出てください。と言ってる間にね、こう出てが。うん、やりたい放題でしたね。コルテの勝ちパターン的な。これはどうなんですかね。まあ、おそらくコルテ有利なのかな。さあ、伊織さんはそうですね、もともとここの中風車勢で、もうなんか中風車には中継者大会は何回も勝っちゃうからあんまり来なくなっちゃったみたいな、そんな噂を聞いたんですが、確かに強いですね本当に。はあ、なんか今ねこのゲームのダメな部分が見えた感じの試合でしたね。次が、あー、これはアーネストさんでいいんですかね。アーネストさんの残技がワンピー側なんで、向こう側ですね、ワンピー側。おっと入っちゃった。あとはアハメドさん試合ですよ、向こう側。さあ、すごいですね、リアル海外勢同士の対戦で。そうですね、ちょっとなんかマジで